次のラウンドに進みます。次は準々決勝です。次は準決勝です。次は決勝です。次のイベントに進みます。次のベニューに進みます。次は決勝ラウンドです。ワールドサーキット決勝に進みました。レーシングサーキット決勝、勝負サーキット決勝、あなたの負けです。このチャンピオンシップ勝負イベントでは1位になることだけが肝心です。最高ポイントを得ること、それだけが勝ち残る道です。チャンピオンシップ勝負イベント、ここは1位を狙う以外ありません。チャンピオンになるには必ず1位になりましょう。チャンピオンになるには1位になるしかありません。もう一度挑戦しましょう。ここは1位になることだけに意義のある優勝決定戦です。1位でゴールすること、それだけが勝ち残る道です。ここは1位を狙う以外ありません。ここでは必ず1位になるよう頑張ってください。トライアゲイン、ゲームオーバー、トライアゲイン。試合に勝ち残ることができませんでした。上位3位に入ることができませんでした。もう一度挑戦しましょう。上位3位に入らなければなりません。もう一度挑戦しましょう。さあ、優勝決定戦です。ここは1位になる以外ありません。さあ、チャンピオンシップイベントです。ここは1位になるしかありません。1位になることだけに意義のあるチャンピオンシップ勝負イベントです。優勝決定戦です。ここは1位になる以外ありません。チャンピオンシップレースです。ここは1位になる以外ありません。チャンピオンシップインビテーションレースです。ここは1位になる以外ありません。インビテーションチャンピオンシップレースです。ここは1位になる以外ありません。1位になることだけに意義のあるチャンピオンシップレースです。1位になることだけに意義のあるチャンピオンシップ招待レースです。1位になることだけに意義のある優勝決定レースです。1位になることだけに意義のある優勝決定戦です。ここは1位になることだけに意義のあるチャンピオンシップインビテーションレースです。ここは1位になることだけに意義のあるインビテーションチャンピオンシップレースです。おめでとうございます。ゴールド獲得です。おめでとうございます。シルバー獲得です。おめでとうございます。ブロンズ獲得です。おめでとうございます。ゴールドメダル獲得です。おめでとうございます。シルバーメダル獲得です。おめでとうございます。ブロンズメダル獲得です。おめでとうございます。上位3位にランクインしたことにより、スノードリームが解除されました。ワールドサーキットレースモードで勝利しました。SSX を完全制覇するためにはワールドサーキット勝負モードでも勝利しなければなりません。ワールドサーキット勝負モードで勝利しました。SSX を完全制覇するためには
ワールドサーキットレースモードでも勝利しなければなりません。おめでとうございます。上位3位にランクインしたことにより、エリジアムアルプスが解除されました。おめでとうございます。上位3位にランクインしたことにより、メサブランカが解除されました。おめでとうございます。上位3位にランクインしたことにより、メガプレックスが解除されました。おめでとうございます。上位3位にランクインしたことにより、パイプドリームが解除されました。おめでとうございます。上位3位にランクインしたことにより、マーキュリーシティが解除されました。おめでとうございます。上位3位にランクインしたことにより、アロハアイスジャムが解除されました。おめでとうございます。上位3位にランクインしたことにより、アントラックパウダーコースが解除されました。おめでとうございます。ワールドサーキットショーオフモードを制覇しました。おめでとうございます。ワールドサーキットレースモードを制覇しました。あなたの勝ちです。SSX の完全制覇を達成しました。SSX を完全に制覇しました。1位でフィニッシュしました。2位でフィニッシュしました。3位でフィニッシュしました。4位でフィニッシュしました。5位でフィニッシュしました。最下位でフィニッシュしました。SSX で勝利を勝ち取りました。SSX で勝利しました。おめでとうございます。SSX を制覇しました。このトラックでの最高ポイントです。トータルポイントのハイスコアを獲得。新記録です。トータルポイントのハイスコア。このトラックでのニューレコードです。得点はトップ10入りしました。これはトップ10に入るトータルポイントです。新記録達成です。このコースでのニューレコードです。新記録です。このトラックでのニューレコードです。ナンバーワンタイムです。記録はトップ10入りしました。これはトップ10に入る記録です。リプレイ。オートリプレイ。ボーナスのロックを解除。おめでとうございます。ボーナスのロックを解除しました。ロックの解除。ボーナスの解除。ニューボードの解除。ニューウェアの解除。ニューコースの解除。ニューベニューの解除。ニューキャラクターの解除。ロックの解除。